まあ、非常に明確なのが、日本はですね、二重三重の、まあ、心知恵というかですね、まあ、それをまあ理解したわけですね。でそれを別の言葉で言えば、地上体とは何かと、まあ、いうことなんですね。地上体というのはですね、地というのは大脳皮質の知恵なんですね。それから情っていうのが、まあ実はあの情はですね、伝統脳というか小脳とか肝脳とかいうよりか、大脳のすぐ下にある、まあ、感情を司るものでが中心なんですが、ここでいう日本人が理解している情というのはですね、もう少し幅が広いものですから、これはですね、おそらくは、大脳皮質以外の頭にある脳の部分と、まあ、延髄とかそういうの含めましてね、小脳とかそういうの含めまして、それが、少し一部はですね、大腸とか細胞内にある知としては理解、感知できないものですね。これはまあ情と呼んだんだと思います。それから体はまさに体ですね。体一つ一つの細胞です。まあ、人間の体は、まあ、60兆個とも言って、なんかちょっと説によって違うんですが、まあ、いずれにしても膨大な数の細胞が固まってできている多細胞生物であります。それから、最近コロナを考える上で非常に重要なんですが、人間の体っていうのは純粋に、父親と母親からもらった遺伝子でできてるわけじゃなくて、体の遺伝子全体を計算しますと、父親と母親のからもらった遺伝子が半分しかないんですよ。あとの半分はですね、まあ、腸内細菌の遺伝子だとか、皮膚に住んでるダニとか、まあそういったもののですね、全部の遺伝子が約半分なんですね。だから人間というものを理解するためには、知、大脳皮質の知とですね、それからまあ情を司す情っていうのがですね、これがまあもう少し新しい定義が必要なんですが、本能も含めた情ですね。本能とか習慣性とかですね、まあそういうものを含んだもの、まあ、これは新しいヨーロッパの言葉で言えばミームとかアフォーダンスみたいなものも含んだ、まあ、情ですね。それから体、私はですね、実は若い頃非常に疑問に思ったことがありましてね、まあ、とにかくヨーロッパの概念というのは論理性、知性、合理性なんですね。こういったものは全部大脳皮質で考えたものでありまして、まあ、大脳皮質の危うさっていうのは、まあ、ここでまあ度々言ってるんですが、生まれた時は何にもない真っ白なところだと。ご両親が英語がベラベラでも子供は単語一つ知らないという状態から、まあ、勉強しまして、約25歳まで、この25歳までの根拠は非常にあるんですが、私のよく言うですね、親子喧嘩の原理なんていうのを参考にしていただくといいんですが、25歳までに大体脳細胞の回路が固まってですね、それが先入観となって、それで65歳まで、ずっと人生を送るんですね。まあ、したがって大脳皮質は書き換えられるっていうけども、よほど頭の柔軟な人でないと書き換えないんですね。例えば日本の左翼の知識人って言いますとね、私はほとんど書き換えてくれないんですよ。だから話しても無駄なんですね。私はですね、こう言っちゃなんなんですが、相手の意見が正しい、なるほどと思うとですね、自分の頭を書き換える、そのために大脳皮質を 30% くらい開けておくわけですね。大脳皮質を開けとかないとですね、大脳皮質も本能よりかむしろ固くですね、まあ、先入観を信じてしまってるっていうことになるんですね。ですからそこが非常に難しいわけですが、若い頃私が悩んだのはですね、知識人は冷たいんですよ、とにかく。それでもう人の心っていうか温かい心を感じることがなかったんですね。それからそうするとこう知識のない人っつったら、まあ勉強はあまりせずに、例えば体育会系なんていうのはね、情が深いんですよ。それでまあ例えば何か体が弱ってもですね、声をかけてくれる人ってのは大体その体育会系の人なんですね。それから集団性もあってですね、まあ、私の言う落語ですね、
落語の度合いというのは知恵があるほど落語は減ってくるんですね。それでこういう状態を見ますとね、どうも知と情と体の一つずつは一つのこう円グラフみたいになってて、でその大きさはその人物の大きさなんですけども、その人物が一定ですと知が働けば、まあ夏目漱石で言えばですね、知が働けばその情が劣ってくる、角が立ってくるんですね。で情が増えてくると今度は流される、なんかこういろんなものに人間臭いものに流されてしまうわけですね。とかくこの世は難しいとこ言うわけですが、これは夏目漱石が書いたことなんですけども、やはり知と情と、それからそれを支えている体ですね。まあ体の方はこういうのありますね。健全な心は健全な魂は健康な体に宿るなんていう格言もあるように、知の健全性っていうのは体が健全であることである。また情の健全性っていうのも体が丈夫であることである。その体というものはですね、今度は60兆個の細胞が集まってて、この細胞は一個一個の細胞が実は独立してるんですよ。これが難しいわけですね。一個一個の細胞は単に部分じゃないんですね。まあ共産党なんかが地区の小さなものを細胞細胞と呼んでますが、実は共産党の細胞っていうのは生物学的な細胞とはちょっとこうニュアンスが違って、もうちょっと統制的なような感じがしますが、まあ地上体、これをですね完全に理解した、つまり地というものと、これは大脳皮質である、これは冷酷であって合理的であって解析的である、これはまあ欧米人はこれが全てだとこう思ったわけですね。それに対して、いや違うよと、伝統脳が中にあるんだというのを初めて発見したのがお釈迦様、もしくはお釈迦様よりかちょっとだけ前のインドの哲学者が、このいわゆる情というのとはちょっと違うんですが、落語能力って言いますかね、落語力を発見しました。それが中国を経て日本に来たわけですが、中国はまあ一重の心、知が全て、儲けが全て、支配が全てという考えですから、仏教は中国をすり抜けて、そこでインド語をですね中国語に訳してくれたっていう偉大な功績をしたんですが、それで日本に来た。そうすると日本はですね、やっぱりこの自然が豊かですので情を十分理解できたんですね。したがって、あそうか、お釈迦様の言ってる通り、我々の知というのは2つあるんだ、二重の心があるんだっていうことに気がつく。そのうち体も一緒なんだっていうことで、例えば、日本の武術はみんな柔道とかですね、なんとか道っつって道がつくんですね。道、つまり地上体が一体となった道でもって人間っていうのを意識するわけですね。ですから道という、まあ、その例えば柔道なんか極端なんですが、世界に柔道が流行ると勝てばいいと、例えば韓国なんかはですね、この柔道に持たれた、こう袖口を持たれたらいけないというんで、袖口をこうツルツルにするとかですね、まあとにかく人間の本質は勝つことである、支配することである、他人をいじめることであるっていう、まあ小池式って言いますかね、こういう考え方っていうのが日本以外の大陸国なんですね。日本はそうじゃなくて地上体、まあ、そこからですね恩という言葉とか誠という言葉が生まれてくる。しかしこれは逆に日本の国際的な展開を弱めることになりますね。天皇、明治天皇が日露戦争で入る時に、世もの海皆腹からと思うのに、なぜ海は荒れてくるんだろうか、つまり戦争が起こるようなことに なるんだろうか、考えてみりゃ人類はみんな兄弟なのに、というふうにお読みに歌をお読みになり、またそれと同じ歌をこの前の大東亜戦争が始まる時に昭和天皇がお考えといいますか繰り返されたということは、本当に日本の心がですね、地上対落語によって形成されているということがよくわかるわけですね。したがってこれが難しいのはですね、中国人も中東も中央アジアもヨーロッパもアメリカもですね、みんな地上体がないんですよ。で自分の大脳皮質で考えた利己的な
心、それだけだと思ってるんですね。まあ、中国もそうですね。あの性善説、性悪説、いやいや違うんですよ。人間というのは二重三重の心を持ってますから、性善でもあれば性悪でもあるんですね。 あえて分類すると、まあ、日本はそういうふうに分類することによって間違いを生じるという考えですから、分類することが難しいんですが、大脳皮質が理解するという意味ではですね、分類すれば性悪説というのは大脳皮質なんです。つまりあの欧米の人は全部が性悪説なんですよ。ところが性善説のは情なんですね、落語なんですよ。ですから日本人は相手が陰謀を企ててるというふうに感じられないんですね。ですから今度はコロナの例えばことが起こってもですね、コロナとワクチンを通じて世界を支配しようという計画があるっていうとですね、いやそれはないよっていうふうに日本人は思うわけですね。日本人は相手の心が悪である、つまり地位状態でできていないということ自体を否定するようになった。だからこそ日本は外に侵略もせず、あの非常にいい社会を作りですね、2000年間にわたって天皇陛下が一回も殺されることなく日本国というのを作ってきた。みんなで、まあ、もちろん人間ですから嫉妬心とかですね、こういったあの人間の、まあ、頭脳の欠陥が出てくるものは出てくるんですね。これも私は一回現在の人類が絶滅したらですね、そこが補正されると思ってるんで、まあ、仕方ないと思いますね。まあ、人間の心の奥底にある競争心とか、まあ、動物時代にあったですね、人あの 他をいじめるといったこともありますんでね。だけども日本人の偉かったのは地上対三重の心を理解したっていうことであって、しかし日本人の欠陥は相手も地上対だと思ってるってことですね。相手は残酷な地だけだと、そこのところはよく理解しないと私たちの子どもたちがひどい目に遭うんじゃないかというふうに思います。